これどんなゲームかちょっとやってみたいので。パンドラキーやるのすごい久しぶりですね。中国語やな。これ確定とかはもうこれ本体の方のボタンを押さなきゃいけないんですよね。これスタートボタンで飛ばせないか。スタートボタンで飛ばせますね。あ、なるほど、猫なんやね。猫人間って感じか。ブルニャンやから、ブルニャンマン。なるほどね。やってみましょうか。これレアなゲームらしいんですよね。初めてやりますけど。これタイトル画面か。スタートですね。ノーデータ。はい、スタート。絵が可愛らしいですね。あれ、今戻ってもたんか、間違いで。あ、戻るのにゃーって言ってるやん。あかんやん。これボタンが難しいよな。わかんないよな。どのボタンを押したらいいのかわからない。決定、決定。スタートか？スタートちゃうな。はい。イージーノーマル。とりあえずノーマルにしとこ。名前入れんのかい？あー、なんか知らんけど、コントローラー効かないぞ、これ。ブルマニアいいや。あ、消してもうたかな、俺。あれ？十字キー効かないけど。どういうこと？もうじゃあこの名前でいいよ。あ、もう1、1でいいわ。めんどくさいから。はい。これでスタート。はい。これでいい。はい。はい。えらいめんどくさい設定考え。なるほど、キャラクター、まあまあこれでいいや。はい、主人公っぽいキャラね。結構始まるまでに結構なあれだな。食いしん坊でちょっと太めな白猫がおりました。大福は近くに住む野良猫の仲間たちと。ちょっと飛ばします、長そうなんで。それは平和に楽しく。はい、シューティングなんでね。あ、こういう感じか。全部中国語やね。これでやっと始まるんですね。あ、こういう感じか。あれ、弾が出ないけど。ちょっと待って、弾が出ないやん。ちょっと待って、コントローラー効いてないのかこれ。ちょっと待って、弾出ないやん。しかもめっちゃ難しいやん、これ。
これどうやらコントローラー効かないのか。効かないのか、これコントローラーが。どうやらゲームによってコントローラー使えるのと使えないのがありっぽいっすね、これね。そうか、そういうことか。今ほとんどね。あ、これこっち押さなあかんのか。またこれ前触れ長いな、これ。イージーにしてみようか、難しいから。あ、もうでも決まって持てんのか。あ、これ飛ばせないんや。こうやってやらなかんのか。十字形動かせるんですけど、弾が出ないんですね。あ、必殺技みたいなのが出た。いきなり。あ、また必殺技みたいなのが出た。あ、でもやられてるやん。必殺技しか出せないやん。十字キーあかん、もうこれ本体の十字キーでやった方がいいや。本体のコントローラーでやった方がいいわ。あ、こういう感じなんや。なるほど、こういう感じのゲームなんやね。結局このゲームはね、本体の方のコントローラーじゃないとダメみたいですね。あー、やれた。ゲームボーイ。難しいね。保存セーブっていうことやね、これ。皆さんね、僕ね、パンドラボックス 5S がね、最近ね、なんかいつの間にか壊れてましてね、起動させようと思ったらね、久しぶりにやろうと思ったらね、全く起動ができない状態になってしまいまして、原因不明なんですけども、それでね、まだね、パンドラボックス 5S をね、買ってからまだ1年経ってないんですよ。1月末に買ったんで、去年のね。だから、一応そのね、Amazon で買ったんですけども、一応そのね、買ったその出品のね、会社の方に連絡しましてね、一応あの1年経ってないんだけども、壊れてしまったんで、もしよ、あれ、なんとか保証聞けませんかねっていうね、ふうに質問をしたんですよね。で、まだ返事は来てないんですけども、まあ、もし保証が聞くんであればね、あの、交換、新しいね、あの、パンドラボックスと交換してもらうか、なんか、ね、そういう対処をね、してくれるかもしれないなと思ったんで、一応ね、パンドラボックス、一応、新しいのがね、交換してもらえる、もらえたらもらえたでね、その方がいいかなと思ったんでね。で、もう完全にね、つかなくなってしまったんで、いつの間にか。だからね、思ったより脆いですね、パンドラボックス 5S はね。
もう何もしてないのにいつの間にか壊れちゃったんで、うん。一応でもね、中身をね、開けてね、あの中身をね、その、開けたことはあるんですよね。中身その、ネジで開けて分解して、中身だけ開けたことはあるんですけど、それぐらいで壊れないと思うんですよね。だからね、原因不明なんですけどね、パンドラボックス壊れちゃったんでね。これ、なんか知らんけど、クリアしてましたね、いつの間にか。だからね、もしね、またパンドラボックスね、新しいのを送ってもらえるようだったら、またそれで皆さんに紹介したいと思いますので。ボスか、これ。ボス戦か。えら派手なゲームやな、これ。めっちゃ派手なゲームやね。いやでもこれはこのゲームは知らなかったですね。ちょ友達が教えてくれたんですよ。このゲームね、レアなゲームでシューティングゲームなんでって教えてくれたんでね。あ、ゲームバーや。まあ面白いと面白いね、なかなかね、変わってるし。今度キャラクター変えてやってみたいね。はい、じゃあこのデータで。じゃあイージーでしましょう。名前か、また面倒くさいけど、まあブルマニア1でいいよな。これ消してまうのか。これでいいよ、ブルマニアでもスタートでいい。はい、これでいい、これでいい、うん、適当でいいよ。とにかく早くゲームがしたいんですよ。こっちにしてみようか。あるところに気が弱く、ちょっとまあ飛ばします、すいませんが、今日あんまり時間がないんでね。スクール水着ですね、この子はね。あ、こういう感じなんや。ちょっとクリスタルっぽい感じの。なるほどね。弾も消せるんやね、敵のね。あ、やられてた。いつの間にかやられた。え、またやられた。何に当たったんやろな。だからね、パンドラボックスで 5S が壊れちゃったんでね、このパンドラキー7でこれからね、あのパンドラ系のゲームをやる感じになると思いますね。まあ、5S がね、また新しいのを送ってもらえるようなら、それはそれでその方がいいんですけど。もう残念ですね、壊れちゃって、ほんと。1年も経ってないんですけど、まだ購入してから。やっぱね、中身を分解するだけでも壊れるっていうことあるんですかね。でも、ほとんど触ってないんですけどね。なんでしょうね、よくわかんないですよ。そんなくらいで壊れるんかねって思うわ。それとね、僕ね、最近ね、
昨年末からなんですけどね、PC のネットがのね、接続がね、ちょっとかなり不安定な状態でして、すごい不安定なんですよ、PC のネット接続はね。でね、Wi-Fi にしてもね、ネット会社につないでても、ね、両方やってるのにね、Facebook と YouTube しかね、サイトを開くことができないんですよね。その状態が未だに続いてましたね。だからその原因がちょっとよくわからないんですよね。で、僕ね、タブレットではネットができるんで、タブレットでね、一応ネットしてるんですけど、あ、ゲームが鳴っちゃった。タブレットでネットやってる状態ですけど、まあ、PC では、なんか、PC ではね、YouTube とね、Facebook と、あと Instagram か、その3つしか見ることができないんですよ。だから、すごい今不便な状態なんですよ。なんかうるさいな。不便な状態なんですよね。ちょっと もう一個のキャラで使ってみよう。イージー、イージーでいいよ。はい。はいはい。これでいいよ。これでいい、これでいい。はい。はい。だからね、ほんと、今度これ使おうか。だからね、PC の方では、YouTube とね、Instagram と Facebook しか使えないんで、ニコニコ動画の投稿できないんですよ。あれ、ちょっともう行って。ニコニコ動画がね、投稿できない状態なんですよ。だから更新できてないですよね、ニコニコ動画。昨年末から。はい、もういい、もういい。ちょっと待って、どうやって飛ばすね、これ。これ飛ばせないやん、ここ。ここだけなんか知らんけど。スタートボタンね、飛ばせないやん。他のキャラクター飛ばせたらなんでこのキャラクターだけ飛ばさないの？はい、これね、もう時間があったらゆっくり見てもいいんですけど、今日時間ないんでね。ざっとやりますよ。はいはい、もういいもういい。スタートスタート。つうかもう、世界観変わりすぎでしょ、このゲーム。このキャラクターはストーリー長いのか。やっと始まりましたよ。だからね、ネットがね、今 YouTube とね、Instagram と Facebook しかできない状態なんでね、非常に不便なんですよ、今ね。だから、一応ね、ネットで調べてみるとですね、タブレットでね、タブレットでは一応インターネットできる状態なんで、調べてみると、まあ、ルーターがもしかしたら故障してるんじゃないかなというね、ふうに書いてあったんでね。だから、ルーター借りてるんで、僕ね。だから、ちょっと、そのルーターのね、借りてる会社にね、ちょっとこう、あれなんですけどね、ソフトバンクからね、ルーター借りてるんで、そのルーターをね、借りてるソフトバンクに電話してみてね、ちょっとね、ルーターの調子が悪いようでっていうふうに連絡してみないとね、いけないなと思ってるところですね。じゃないとね、YouTube と Facebook とね、Instagram しかできない状態なんで、不便でしょうがないですよ。PC ではね。だからね、よくわかんないんですよね。原因不明なんですよ。急にそういう状態になっちゃったんで何もしてないのね。急になんかね、ネットが、ね、なんか不安定になったんでね。というか話しながらゲームやるのって難しいな。集中できないですよね。だからね、パンドラボックスは壊れるわ、ネットは接続できなくなるわでね。まあ、結構ちょっとね、今のところ僕の中では、ちょっとね、それがちょっとした悩み事というかね、
んな感じになりますね。一応ボス戦まで来ましたね。オプションみたいなのついてる。この女の子巨乳ですね、二人ともね。はよ戦えよ。はい、行きましょう。まあね、このゲームはまずね、パンドラキー7をね、起動させたら一番最初にやりたかったんですよね。気になってたんで、友達からね、レアなゲームだって言われて、シューティングって言って聞いてね、気になってたんで、可愛らしいゲームですしね。おっと、危ねえ。すげえな、これ。よくできてるね。おー、なんじゃこの弾。こんなもん避けられるわけないやろ。一応弾消せるけど、おお、すげえ一気に金が入った。倒したらしいですね。やっと初めてステージクリアしました。いや、なかなか迫力のあるゲームですね。ボロボロなってる。ちょっとしたリョナを楽しめますね、これね。こういうなんか女の子が傷ついてるシーンをリョナって言うんですよね。リョナフェチの人にはたまらないんじゃないですか。僕はリョナフェチじゃないですけどね。いや、このゲームはちょっとどうやらね、あら、セーブか。このゲームはどうやらね、コントローラー、USB のコントローラーはね、ちょっと使えないらしいんで、これはもう本体のコントローラーでプレイするしかないですね。ゲームによりけりなんですね。うん。対戦格闘とかの方がいいのかな。USB のコントローラー使うのはね。全部中国語やな。いや、それにしても前回ね、RS07 プレイした時ね、リーサルウェポンのね、ゲーム1本だけしかプレイできなかったんですよね。あれはちょっとね、あれでしたね。ちょっと短すぎましたね、動画がね。12分しかね、プレイできなかった。リーサルウェポン1本、しかもね、不本意なゲームしかできなかったというね。自分がやりたいゲームじゃなかったですから、あれね。不本意なゲーム。たまたまね、間違えて選んでしまったゲームをね、プレイして終わりというね。前代未聞のね、あれは黒歴史になりましたね。いやいやいや。まあ、とりあえずこのゲームは大体わかりました。はい。またちょっとゆっくりやってもいいかなと思いますね。今度はストーリーもちゃんと楽しんでね。はい。面白かった。